元気かな。僕たちは元気だよ。今日はね、後ろにある木の形合わせパズル、これ今日は3つ3種類総集編で遊んでみるよ。一緒に遊ぼうね。最後まで見てね。形でわかるかな。それでは入れてみるよ。形を合わせてみようね。じゃあこれをトランプみたいにシャッフル、シャッフルします。シャッフルして顔を隠します。それでみんなどれがどれか当ててみてね。みんな分かったら、それはメロンパンナちゃん、コキンちゃん、カレーパンマンと言って当ててみてね。じゃあいくよ。はい、アンパンマンです。あ、ひょひょ、こんにちは、食パンマンです。みんなわかったかな。アンパンマンたちの形とわかったかな。次はシャキーン、数字いってみるよ。みんなもうわかるよね。数字はわかるね。これは何？数えられるかな？これは？みんなわかるかな？1から10まで。数字わかるかな。これを今日はみんな覚えてね。これは順番に行くからね。順番に行くよ。よーし、行っちゃうよ。絵がこう1つとかね、2つとか6つとか7つとか9つとか数を数えてみるとすぐに分かっちゃうよ。じゃあ行くよ。数えられるかな。Cheat!
ったかな。数字の1から10まで。後で英語でも言ってみるからね。木の形合わせパズル、最後はじゃん。動物で言ってみるよ。これ形でわかるかな。みんなわかったら、わかった。ゾウさんとかライオンとかキリンさんとかトラとか、みんな言ってみてね。それではね、よーく形と動物の名前を覚えてね。小さいのがあったり、大きいのがあったり、ひょいって出てたり、してたりするからね。形を見て、なんていう名前の動物か考えてみようね。それじゃあいくよ。みんな動物の特徴が書いてあるね。じゃあいくよ。これはどうかな。なんか長いね。長いのがあった。じゃん。キリン。ライオン。次にまた英語でもやってみるからね。英語バージョンはこの後でまたまとめてやってみるよ。じゃあね、またね。
さん、お腹空いちゃった。の形と分かったかな。次は初級数字いってみるよ。みんなもう分かるよね。数字は分かるね。これは何？これは分かるかな。1から10まで。数字分かるかな。これを今日はみんな覚えてね。これは順番にいくからね。順番に行くよ。よーし、行っちゃうよ。絵がこう、1つとかね、2つとか、6つとか、7つとか、9つとか、数を数えてみると、すぐに分かっちゃうよ。じゃあ行くよ。出てたり、ちょっとしてたり。
これを流すからね。